そしてライオンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のリフォーマー、今シーズン3度目の1試合リフォーマー、これは球団タイ記録36回目のおかわりホームランとなりました。いずれもいいホームランとなりましたね。そうですね、いいところで出ました。まず1本目のホームラン振り返っていただきましょう。1点ビハインドでの展開でした。あそこでのホームランいかがでしたか。まあ、結果ホームランになったんですけど、まあ、最低限最後3人ランナーを2本返そうと思って打席に入りました。そして2本目のホームラン、欲しい欲しい追加点、ライナーで飛んでいきました。まあライナーで飛んでいきましょう。はい、明日は森ピッチングコーチに別れを告げなければなりません。シーズン長い中での1勝ではありますが、この1勝を届けることができますね。そうですね、まあ負けて明日ね、今日も本気でやる、シーズンの連敗も止まりました。明日以降の試合に向けてファンの皆さんにメッセージお願いします。まあ、なんとか一試合一試合全力で戦いたいなと思います。ありがとうございました。今日のヒーロー、リフォーマーの活躍、中村選手でした。放送席どうぞ。